ポイントは大腿神経です。辛い症状を自分で解決、ループケアストレッチチャンネルの時間です。今回は太ももの前側の痛みの原因とそれを取り除くための3つのストレッチについてお伝えさせていただきます。この動画を見て1日たった3分続けるだけで今まで何をしても良くならなかった太ももの前側の痛みを取り除くことができるかもしれませんので、最後まで動画を見ていただけたらと思います。それでは今日もホワイト君よろしくね。そうだね。それではこれから太ももの前側の痛みの原因についてお伝えしていきたいと思います。まずそれをお伝えする前に、大前提、体というのは全身このように膜組織でつながっております。これを理解することが今回のストレッチ大事になってきますので、そのポイントから説明していきたいと思います。まず体を治すために大事なこと、それは体というのは頭から足の先まで全てつながっている、このことが重要になります。何でつながっているかというと、膜組織でつながっております。体というのは例えば筋肉もありますし骨もあります。あるいは筋膜や内臓、その他にも神経や血管、人体や関節などの組織が体の中にはあります。それら全てが膜でつながっております。腰痛や肩こりで悩まれている方たくさんいらっしゃると思いますが、腰痛の方でいうと腰をマッサージしてもなかなか良くならない、肩こりの方も肩をマッサージしても良くならない、こういった方はたくさんいます。これはなぜかというと、腰痛や肩こりの原因が痛い部分そのものだけにあるわけではないからです。腰痛の原因が太ももにあったり、あるいは首にあったり、はたまた内臓にある、こんなこともよくあるんです。つまり体の痛みや体の症状を改善するためには、痛い部分局所そのものを見ていても良くならないことがあるということです。少し回りくどくなってしまいましたが、今日の話でもこの前提条件が非常に大事になってきますのでお伝えさせていただきました。それでは太ももの前側の痛みがなかなか良くならない、あなたのその痛みの原因、それは大腿神経にあるかもしれません。大腿神経はこのように腰から出た神経がお腹の前を通ってそのまま足の方に向かっていく神経です。この神経が障害されてしまうと、太ももの前側の痛みだったり突っ張り感、あるいは重だるさなどが出てしまうケースがあります。主に1番目から3番目あたりの腰椎から出てくる神経、これが悪さをすると言われております。大腿神経が痛んでしまっていると太ももの前側に痛みが出るので、ポイントとしては大腿神経の状態を回復させることが重要になってきます。そして太ももの前側の痛みを治すために重要になってくる3つの部位があります。1つ目は横隔膜になります。この横隔膜が固まってしまうと太ももの前側の痛みにつながる可能性があります。そして2つ目が大腰筋になります。大腰筋も固まってしまうと神経を圧迫してしまう要因にもなってきます。このように横隔膜と大腰筋というのは腰椎の1番から3番にくっつきます。つまり大腿神経の出どころである1番から3番の腰椎のすぐ近くにくっつく、これが非常にポイントになります。そして横隔膜や大腰筋が固まってしまうとその近くを通る神経に負担をかけてしまったり圧迫をかけてしまう可能性があるので、しっかりと横隔膜や大腰筋を緩めておくことが重要になってきます。またこの2つの筋肉を緩めることによって周りにある血管の血流も促していきます。それによって神経をしっかりと回復させる、これも非常に重要な要素になってきます。太ももの前側の痛みを取るための部位3つ目は大腿四頭筋になります。大腿神経というのはまさにこの大腿四頭筋の中を走って足の方に向かっていきます。ですから太ももが固まっていたり周りの筋膜が固まってしまっていると大腿神経の損傷につながってくる可能性があります。ですから今お伝えした3つの部位、横隔膜、大腰筋、そして大腿四頭筋をしっかりと緩めていい状態に保つことが太ももの前側の痛みを取り除くために重要になってきます。はい、それではこれからですね、太ももの前側の痛みを取り除く3つのストレッチお伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは辛い症状を自分で解決というのをテーマに、病気の原因やストレッチ方法、ストレッチグッズ
などの紹介をさせていただいております。病院に行ってもなかなか症状が改善しない、いろんな動画を見てストレッチをやってみたけど本当に正しくできているかどうかわからない、手術を検討してくださいと言われているけどなかなかその一歩が踏み出せない、近々家族と旅行に行くのでなんとか痛みを取り除いてほしい、このような悩みを持っている方世の中にはたくさんいらっしゃいます。この動画を見ることによってそのような悩みを少しでも解決できればという思いからこのチャンネルを運営させていただいております。少しでも多くの方にこの情報を届けていきたいと思っております。現在年内1万人登録者を目指して頑張っておりますので、ぜひ応援してくれると嬉しいです。動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン押していただけると嬉しいですし、 Twitter や Instagram、Facebook などで紹介していただけると嬉しいです。また何か気になったことがあればご意見やご感想、質問などどしどしコメントいただければと思います。それではストレッチやっていきましょう。はい、それではですねストレッチに入る前に体の動きチェックしていきましょう、あるいは足の痛み確認しておいてください。まずは体を前に倒したり、あるいは太もも前痛み出るかもしれませんので注意してやっていただきたいのですが、後ろにこのように反らしてみて、その時の動かしやすさ、あるいは太ももの痛み具合、あとは痛み注意してほしいんですが、太ももをこのように伸ばすこの時の痛み具合、あるいは足踏みなどしてですね、どのような痛みがあるか、これを確認しておいてください。それではストレッチやった後に今の動き確認していきますので、これからストレッチやっていきましょう。はい、それでは早速1つ目のストレッチ、横隔膜のストレッチ、こちらからやっていきます。横隔膜というのは肋骨の内側についてて、主に呼吸の時に使われる筋肉です。で、先ほどもお伝えした通り腰椎の1番あるいは4番の骨にもくっついてくる筋肉になってきますので、太ももの痛みにも実はつながってきます。ここをしっかり緩めることが大事ですので一緒にやっていきましょう。やり方、実はですね今回のストレッチの中で一番難しいストレッチになります。しっかりとお伝えさせていただきますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。横隔膜はこの位置にあります。やり方としてはこのように座ってやっていただけたらと思います。まず手の当てる位置なんですが、肋骨のやや下に手をこのようにして当てていきます。ちょっと体借りていいかな、骨骨くんの体でお伝えしていきますが、手の当てる位置、ここにですね肋骨の骨があると思います。このように触っていただけるとわかるかと思います。横隔膜というのは肋骨の内側についてますので、手を当てるのはこの肋骨の真下よりちょっとですね下に手を置いて 2,3 センチほど下に下がっていただいて、そこから手をグッと中に入れます。このような形で手を入れていきます。このすぐ近くにはですね右側には肝臓だったり左側には胃がありますので、その上に横隔膜がついてます。なのでそれをしっかりとイメージしてください。このイメージがめちゃくちゃ大事になります。ということでこのようにイメージしていただいて、しっかりと指をグッと持ち上げていきます。指を持ち上げたら手をグッと上に上げた状態で固定します。その状態で深呼吸をしていきます。これによって横隔膜にストレッチをかけていく、このような運動になります。それでは一緒にやっていきましょう。手を当てる位置ですね、しっかりと先ほどの位置に手を当てていきます。この時に一つポイントとしては背中を少し丸めます。横から見るとですね手を置いていただいて背中を少し丸めます。この状態で先ほどお伝えした通り手を上にグッと持ち上げてください。顔を丸めてグッと持ち上げます。で、深呼吸10回やっていきます。はい、この時にですねしっかりと指を上に持ち上げた状態ですね、できるだけ上に持ち上げて大きく深呼吸していきます。少し苦しいかなって感じられることもあるかもしれませんが、あまり苦しかったら無理をせずですねゆっくりと深呼吸していただければと思います。なるべくリラックスしてですね深く大きく呼吸をするようにしてください。呼吸をすることによって指がぐっと下に押し戻される感覚があると思いますが、できるだけ押し戻されないようにしていただいて、この横隔膜をしっかりイメージしていただいて、そこがより大きく動くように意識していただいて深呼吸していただければと思います。大きく大きく吸って
最後まで吐く。この吐いた時に指をぐーっと上に持ち上げる。吸う時は指を固定して、吐く時は奥まで指を入れていく。このような形でストレッチしていただければと思います。はい、これが10回できたら OK です。少しですね、体がポカポカしてきた感じあるかと思います。それでは次は大腰筋のストレッチをやっていきたいと思います。大腰筋はこのように腰椎の1番から4番、そしてそれが股関節の内側、大腿骨の小天子というところにつく筋肉になってきます。まさにこの部位には神経の通り道があって、この大腰筋が硬いと神経にもダメージが入りやすくなります。大腰筋が柔らかいと神経の圧迫もされにくいですし、血流も良くなることによって神経回復を促すことができるようになってきます。しっかりとここ緩めていきたいと思います。体を前から見た図なんですが、ここに今青く記してあるところが大腰筋です。ちょっと横から見るとこのようにかなり深い位置にあります。こちらをですね、前側から緩めていくので、手だったりあるいは棒を使っていくんですが、奥まで入れていかなければなりません。これをですね、イメージしてください。大腰筋の近くには神経がいっぱい通ってますので、この大腰筋緩めることが非常に重要になってきます。はい、それでは大腰筋ストレッチやっていきたいと思います。もしあなたが右側の太ももが痛いのであれば右側をやっていきます。左側であれば左側の大腰筋を緩めていきたいと思います。あなたの痛い方でやっていただければと思います。それではですね、今回は右側でやっていきたいと思います。やり方はこのように座っていただいてですね、少し背中を丸めます。まずはこの奥マッサージしていきます。ポイントはおへそから指4つ分ぐらい外側に手をこのようにですね置いていただいて、大腰筋に向かって斜め内側に手を入れていきます。そこをまずはですね、両手でマッサージしていきましょう。これ30秒一緒にやっていきましょう。少しですね、背中を丸めていただくと中に入りやすいです。この大腰筋しっかりとイメージしてですね、手を上に動かしたり横に動かしたり、手の位置もですね少し上の方に置いてマッサージしたり、下の方に置いてマッサージしたりですね、縦横にですね動かしていただければと思います。かなり奥の方にある組織です。しっかりそれをイメージしていただいて、なるべくお腹の力は抜いてリラックスした状態で、まずは縦に動かしたり横に動かしたりしていただければと思います。はい、そんな形で OK です。で、次のステップなんですが、次はですね、足を動かしていきます。この大腰筋というのは主に股関節を曲げるときに使われる筋肉になります。この筋肉を収縮させて戻す、この時にですねしっかり大腰筋に手を当てていくことによって筋肉筋膜を緩めることが可能になってきます。それでは一緒に30秒やっていきましょう。先ほどと同じように少し背中を丸めて指を入れます。そしてこの状態から足をですね上げたり下げたりしてください。この時もできるだけお腹の力は抜いてください。お腹に力が入っちゃうとストレッチ効果少し下がってしまいますので、しっかりとお腹の力は緩めてですねやっていただければと思います。できるだけ手を奥に入れてしっかりと斜め内側方向ですね、大腰筋しっかりイメージしていただいてやってください。やってるとですね少し汗が出てきます。体があったかくなってきます。全身の血流も良くなってくるかと思います。しっかりと奥まで手を入れてお腹の奥を緩ませるのイメージでやってください。はい、こんな形で OK です。はい、ここまでホワイト君どうですか？そうなんです。結構体がポカポカしてきます。これはどんな病気でもどんな痛みでもそうですが、体温は高ければ高いほどいいです。そして筋肉や関節、靭帯なども柔らかければ柔らかい方が痛みや病気になりにくいです。ストレッチをすることによって体温を上げて体を柔らかくして全身の血流を促す、これ健康にとってとっても大事なことなので、ストレッチをすることで体が良くなるイメージを持ってしっかりストレッチしていただけるといいのではないかと思います。はい、それでは太ももの前側の痛みを取るためのストレッチ3つ目がこちら、大腿四頭筋になります。大腿神経というのは太ももの前側、大腿四頭筋の中を走行しておりますので、大腿四頭筋を緩めることによって神経の負担を少しでも減らしていきたいと思います。ただしこのストレッチ注意が必要です。神経というのは伸ばされる力に弱いという性質があります。大腿四頭筋をストレッチすると大腿神経も一緒に伸ばされます。この時に注意していただきたいのは、もしこのストレッチをやった時に痛みが増えるようであれば、まだそのストレッチをやらないでください。この太もものストレッチをした時に痛みが強くなるようであれば神経にダメージが入ってしまう危険がありますので、その場合は控えるようにしてください。このストレッチをした時に痛みが出ないのであればやっていただいて大丈夫です。
それでは大腿四頭筋ストレッチしていきましょう。はい、それではですね、太もも緩めていきます。今回も右側でやっていきます。まずはですね、太ももの前側を30秒マッサージしていきます。大腿四頭筋4つの筋肉からなってます。大腿直筋、中間広筋、外側広筋、内側広筋、この4つの筋肉、これですね、ぜひイメージしていただいて全体的にマッサージしていきます。太ももの付け根の部分から少しずつですね、下の方に向かって、膝に向かってですね、このように横に動かしたり、あるいはこの太ももの内側と外側ですね、を両手でこのように挟んでいただいてマッサージしていきます。おそらくこれをした時に痛みが出る方っていうのは少ないとは思いますが、もしですね、これをやってて痛みが増えるよって方はこれやらないようにしてください。次にあるストレッチ、太ももを伸ばしていくストレッチなんですが、これはですね、やると痛い方いらっしゃると思います。そういった方は伸ばすストレッチは控えていただければと思います。神経がですね、回復していけば伸ばすストレッチできるようになってくると思いますので、痛みが出る方はやらないように、そして痛みがない方はしっかりと太ももの前側を伸ばしていっていただけたらと思います。はい、このようにですね、全体的に太ももをマッサージしていきます。はい、それでは次は太ももの前側を伸ばすストレッチやっていきます。こちら向きでやっていきます。右側、膝を曲げていきます。そしてですね、しっかりとこの太ももの前を伸ばす、少し前から見るとこういうような形ですね。痛みのある方は注意してください。痛みのない方は一緒に30秒やっていきましょう。しっかりとこの太ももの付け根から膝にかけて前が伸びるように意識してやってみてください。このストレッチは筋肉と神経を一緒に伸ばしていくストレッチです。痛みが出る方はこれはやらないように注意してください。痛みのない方はですね、しっかりじっくり長い時間をかけてゆっくり伸ばしていく、組織が伸びていく、そのような形をイメージしていただいてやっていただければと思います。リラックスして体の力を抜いてやってください。はい、こんな形で OK です。はい、それではストレッチ3つ終わりましたので、最初やった動き一緒にチェックしていきましょう。体を前に曲げたり、お、これやりやすくなった感じあるかと思います。次は後ろに倒していきます。あ、これもですね、しやすくなった感じ私はあります。太ももを伸ばしてみます。この時の痛み具合どうでしょうかね、最初と比べて。で、歩いてみましょう。足が軽くなった感じとかもしかしたらあるかもしれません。このようなですね、形で痛みが軽減していたり、楽に体が動かせているようであればストレッチ効果ありますので、ぜひ頑張って毎日続けてみてください。はい、今回のストレッチ、ホワイト君どうだった？そうだね、このストレッチできればですね、3つのストレッチやっていただきたいんですが、時間のない方は3つのうち2つでも1つでもいいので、ぜひ毎日ですねやっていただければと思います。ストレッチをしていく中で大事なことは、ある程度続けていかないと効果が出ないっていうこともあります。体が変わっていくのには最低でも 2,3 ヶ月かかるって言われております。ですから、これを長い時間一生懸命やって3日坊主で終わるぐらいなら、ちょっとの時間でも毎日コツコツ少しずつ長い期間やった方が長期的な効果は高いです。毎日少しずつでもいいので、1分でも2分でもいいので、毎日このようなストレッチやっていただければと思います。それでは今回は太ももの前側の痛みを取るための3つのストレッチをお伝えさせていただきました。このストレッチをすることによって、お腹周りや骨盤、股関節の動きも良くなります。腰痛や肩こり、あるいは坐骨神経痛の方にもおすすめのストレッチになっておりますので、そのようなお悩みの方もぜひ続けていただければと思います。次回の動画では、関節炎を予防または治すための食材10選についてお伝えしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。